キャッチーなんですけど、なんか嫌なキャッチーさじゃない、それこそ寄り添ってくれる感じのキャッチーさっていうか、すごいいいなって思ってます。エルムホイという名前で、活動しております。トラックを作ったり、歌ったり、歌詞を書いたり、声優なんかもやらせていただいたり、いろいろやってます。なんかすごく現代的って思って、その声の可愛いベビーボイスのウィスパーな感じと、ドラムベース懐かしいみたい なんかその組み合わせで、あんななんかちゃんと曲としてまとまってんのすごすぎって思ってなんか尊敬の眼差しで最初聞いて、でなんか何回も聞いて頭の中にかなり刷り込まれてて、今常に流れてます頭の中で今はちなみに My Baby Loves to Dance がずっと頭の中流れてますその最初聞いた時は、そのなんか UK の、 そのダンスポップの歴史みたいなものがすごい詰まってるなと思って、なんかユーロビーとかもちょっとあるし、だけどメロディーがすごくやっぱここ数年のポップスの柔らかい感じをすごく感じさせるから、なんかいいバランスだなと思って、最初アルバム聴いたんですよ。ですごいダークな雰囲気が あったんで、パリス聴いた時に明るい気持ちになったというか、クラブで聴いてても笑いながら踊ってる感じの雰囲気。アルバムはもうちょっとなんだろう、みんな真顔で踊ってそうみたいなイメージだったんですけど、いろいろななんかそういう空気感を持ってるなと思いました。 Only in my mind、 どの曲だったか思い出せないんですけど、なんか昔流行ってた、それこそユーロビートの曲にもうなんかちょっと彷彿とさせるサビの部分のリズム感とかがすごい しっかりはめてる感じっていうかが、意外と夏メロ感があって、歌ったらちょっとクスッと笑っちゃうぐらいの、なんか全然暗いだけじゃないみたいな、みんなが歌って楽しいみたいな部分では Only in my mind は結構上位に。そうですね、なんか関係性へのトラブルというか、人間関係についてやっぱ歌ってるなとは思うんですけど、なんかサウンドで言ったらなんかこうカイリー・ミノーグをちょっと思い出したんですよ。でもう一回ケニア・グレイスに戻ったらすごい落ち着くというか安心感があって、なんかベッドルームポップこれぞまさにって感じで、なんか今の時代ってなんか多分 SNS と音楽がすごい親密に結びついてて、 SNS のユーザーが自分の生活の一部を切り取って、まあ、人に見せることが一種のなんかコミュニケーションツールでもあり、なんか自己肯定感を高めるなんか一個のツールだと思ってるんですけど、そういう時になんかやっぱりケニア・グレイスの曲ってすごいいい意味で彩ってくれるというか、なんかこう生活の BGM としてすごい素晴らしい曲がいっぱいあるなというか、なんかすごくクレバー作り方してるし、けどなんかそれだけじゃないっていうか、ちゃんとこれまでのダンスミュージックへのリスペクトも感じるし、ニュージーンズとかすごい流行ったじゃないですか、今も流行ってるけど、ニュージーンズも私聞いた時にすごいと思って、っていうのはその音楽の渋さとメロディーのポップさと、まあ、声の可愛さと、なんかそういうバランスがすごいと思って、なんか近いものを感じたから、ニュージーンズアイドルから音楽へハマった人とかケニア・グレイスきっとハマるんじゃないかなと思ったりは してます。その例えば歌ってる声の声域が意外とこれぐらいの幅で全部メロディーを作ってて、こう今までのポップス
って、まあ、もちろんいろんな人がいますけど、やっぱ歌がうまい、じゃあすごいこうメロディーの難しさで見せようとかトリッキーなことしようみたいなところとか結構あったんですけど、で誰でもみんな口ずさめる、なんかその口ずさむ行為が全然自分の独り言とか鼻歌のなんかそういう範疇を超えないでできるっていう短さっていうのが素晴らしいなと思って、もういろんな曲を作る中でたまにやっぱりドラムベースかっこいいって思うことが多くて、結局形にならないでいつもお蔵入りしちゃうんですけど私の場合は。でもこうドラムベースをちゃんとポップに仕上げてるところがなんかいいなって思いますし、私もちょっとやりたいなって思いました。やっぱりあのメロディーとの親和性がすごいいいというか、シンプルなんですけどこうちゃんと情景伝えるし感情までも伝えられてるっていうか、どうしても私は自分の歌詞書くときにこうなんかこねくり回して元々の意味なんだっけみたいなぐらいまでなんかこう何度も書き直したりとかして、結局すごくなんか隠語みたいな感じでなんかなっちゃったり、自分しか意味わかんないみたいなこともよくあるんですけど、あのすごくシンプルにまっすぐ伝わってくる歌詞だからなんかいいなって思います。そう、 My baby loves to dance とかも多分彼氏がクラブに行ってて、で自分は家であの天井を見てるみたいな、やっぱり UK なのでちゃんとあのロンドンなまりというかイギリスなまりのあんまりこう R とかもあんまりないし、すごい子音がなんかはっきりしててなんか聞き取りやすいと思って、なんかそういうイギリスのなまりって可愛いじゃないですか、すごい好きなんですけど、なんかそこもグッとくるポイントですね。で全体的なテンポ感もなんか特徴的だなと思って、ダンスポップっていうジャンルの中で言ったら早い方だと思うんですよ全部曲が。すごいそれも特徴的だなって思ってます。ドライブ中とかですかね、なんか一人でドライブしてる時に聴きながら歌うっていうのはやりたいです。それは多分やりますそのうちやりそうな気がしてます。まあもちろん多分ライブとかでみんなで歌うとかも楽しいと思うんですけど、やっぱ口ずさむっていうあの何ちょうどいいっていうかやりたいですね、ドライブ中ですね。オンリーマンマインドとか本当にドライブぴったりだと思います。なんかインタビューちょっと見たんですけど、ケニアさんのその自分がこんなたくさんの人に聞いてもらえると思ってなかったみたいなことを言ってて、全部一人で作ってる人におそらくみんな共通であると思うんですけど、部屋の中でこもってやってるからこの音楽が外でどういう意味を持つのかってことまではなんかこう想像してないっていうか、で結局それが外に出た時になんかすごい広がるっていう、なんかそういう姿をこう見て勇気もらえるというか、なんか素敵だなっていうか夢あるなって思いますし、私はやっぱりちょっとひねくれ者なので、ケニア・グレースが作った弾きなじみのいいというかそういうサウンドをちょっとこうリミックスとかして変な音楽に変えたいですねなんか私が提供できるとしたらそういう変なサウンドかもしれないですね。最近少しずつポップシンガーとして活動してたり、まあ、バンドとしてでも活動してる人たちがこう、まあ、プロデューサー
を入れずに 自力でサウンドを作っていくっていう人たちがまあ増えてるんですけど、もちろんプロデューサーがいることってすごい相乗効果が生まれて素晴らしい音楽ができるっていうことももちろんありますし、どちらがいいっていうわけではないんですけど、でもこうアーティスト自身がこう意思を持って音楽作るってことはすごくなんか大事なことだなって思ってるので、ケニアみたいな人がすごく活躍することで、意思を持ったアーティストみたいな人たちがまあなんかそのスタンダードになっていくんじゃないかなと思って、なんかそういう世界はきっと風通しが良くて落ちよさそうだなって思ったりしてるので、そういうことを期待してます。